アンシャンレジーム時代後半のラングドックの地図、ラングドックの紋章。中世にトゥールーズ博が自らの紋章として用いたラングドックはフランス南部の地方名で、もともとは13世紀にフランス王領に併合されたオック語地方を指す名称である。その大きさからアンシャンレジーム時代にはフランスの州であった。現在、ラングドック州は 主として、ミディイコールピレネー地域圏と、ラングドックルシオン地域圏を占め、さらに、ローヌアルプ地域圏のアルデシュ圏、オーベルニュ地域圏のオートイコールロワール圏の一部にも、またがっている。ラングドックは、オクシタニアの一部である。この地方は、当初フランス語の女性型で、ラングディ、オークル、ラテン語で、リンガーを記載棚と呼ばれていた。その後、 ラングドックの名称は男性型となった。ラングドックの領域は、ローマ帝国族シュガリアナルボネンシスの初期の頃に、大まかに重なる。この地域は後にセプティマニアと呼ばれた。5世紀にこの地域の支配者となった西豪都族は、土地を、ゴテアと呼んだ。7世紀に、サラセン人が一時的に支配下に置くが、彼らは、カール・マルテル、大ピピン。 カール大帝によって退けられた。ラングドックは、フランク王国支配の下で、セプティマニー皇領を形成するが、すぐに独立した。10世紀に、セプティマニー皇領は、トゥールーズ白領と重なる。アルビジョは十字軍に続いて、アルビ、ベジエ、カルカソンヌの支配者だった、モンフォール白、アモーリー五世が領地を、フランス王ルイ八世に割上した。 この取り決めは1229年にトゥールーズ百モン七世とルイ聖王トが結んだ条約で追認された。ありがとうございます。